はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。はい、どうも皆さん、こんにちは、かもつけです。ですね、今回は、こちらですね。マルスゾウカブトの3のセット割っていきたいと思います。一応こいつはペアリングさせようとしたんですけど、なかこうペアリングが成立しなかったんですね。なかなかこう、それでもう道具飼育にしちゃ変えちゃったんですけど、だってそれで卵を産んでるのかどうかですね。まずはそこが大事ですね。産んでるかどうか、産んでるのかいないのか、そこが大事ですが、あった、やっぱでかいですね。最近ずっとクワガタの採卵ばっかりしてたんで。一個ありましたね。
はい、これでですね、採卵が終わったわけですが、一応、こんな感じです。ダメ卵が1、2、3つ。で、有精卵というか、まだ腐ってないのが4つという感じですね。ちょっと もう早くもこんだけね、腐った卵が出てるっていうのはちょっと思わしくはないですけど、なんとかですね。まあ、この、同居させて、もう、ね、別、成熟し、本当きちんと成熟したタイミングですね。ペーリングできるようにしといけば、なんとかできるんじゃないかなと思ってますんで。なんとかですね、類代できるように頑張ります。それではですね、動画を終わります。